戻ってくるから、ね、じゃあ僕から話題の提供なんですけど、皆さんはクリスマスはどのようにお過ごしになるか。スキップしましょう。スキップで。ミュートしまーす。スキップで。クリスマスはスキップ。クリスマスでスキップできるんですか。釣りでもいいな。クリスマス釣り。紫青さん、宝塚にいそう。わからん、ごめん、宝塚にはわからん。やべ、殺される。青木優子。青木優子さんさ、めっちゃいいよね。やべっちと結婚したんだっけ。実際になんか切り抜きかなんかで見たけど、いい推しですよ、ゲンさん。ナイス。見た解除、見た素晴らしい。でですね、コミュニケーションのサボタージュ直した段階で6人ぐらいいたので、まあ、ほぼ死んでないだろうという予想のもと押してみました。はい。はい、 いいですね。いいでしょう。素敵。実際、まあ、何の情報もないですけど、あのミンで、全員動いてたんで、死んでないだろうなっていう感じではありました。まあ、特に話すことはないかな、この日は。怪しい動きした人も特になかったかな。うん、これで開幕の10秒とその後の30秒 の、 殺すチャンスを狼側失ったので、まあ、すごく平和なスタートという感じです。平和な、なるほど。はい、カモズサボタージュね、まあ、渋いねって思った。最初顧問なので、じゃあ僕から話題の提供なんですけど、はい、はいはい、皆さんはクリスマスはどのようにお過ごしになるか。ミュートしましょう。スキップで。ミュートします。ミュートスキップで。クリスマスはスキップ。ミュートでお願いします。クリスマスでスキップできるんですか。釣りでもいいな。クリスマス釣り。クリスマスで一番予定がある方。あ、います。誰から企画やってくれるんだったら投票しようと思うけど。ごめんなさい。待って。あ、ちょっと待って。奥さんと一緒に過ごすは許されてる。担当さん予定あるということで。じゃあ、サンタさん釣りで、サンタさんお願いします。カフェで。サンタさんボタン押してください。ちょっと詳しく、ちょっと聞きますか。地球に行って何が悪いんだよ。何が悪いんだよ。よし。怪しいな、これ。サンタさん釣りだな、これ。まさき。はい、じゃあミュートをまずは皆さん解除していただいて、はいはい、僕が見つけたのはナビゲーションのところです。クロームさんの機体を発見したんですけれども、砂染さんってどちらからお追加れました。ラゾーさんとトズルさんかな。その時シールドからすれ違って、いや誰もすれ違わないですね。シールド行って O2 行ってで O2 直してウェポン側に抜けたんですよね。あ、はい。で僕はでその時に2人であった気がします。僕とナイトミヤさんなんですけど、2人ともアドミンを直して向かってるんですよ。
はい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 。で僕は、僕たちは O2 にたどり着くまでにナイトメアさんと行動を共にし、誰ともすれ違っていないので、砂田さんが、あ、そうか、私が黒いつか、はい、了解、理解しました。そうです。で、ベントにいた可能性を、他の人がいる可能性があるので、 O2 になった時にどの辺にいたかを皆さん教えて。ちょっと待ってください。発言する前に自分が怪しい位置にいたと思う人間から話してください。自分は誰からも見られてないとかそういう人から話してください。アベレージリアクターでずっと作業してました。あ、そのアベレージさん見たんで大丈夫です。アベレージさん大丈夫です。見てます。サントスさんとエレクトリカルですれ違い、すれ違いました。エレクトリカルですれ違い。はい。エレクトリカル前の通路。アベレージサントさんは、みんな情報べったりいたことを思い出して、ね。僕が多分作業してるときに何か人影が見えたんで、サントスさんが後から入ってきた感じかなと思ってて。そうですね。はい。私はこれがエレクトリカル。エレクトリカル。リアクターです。リアクターでさ、はい、先端ってさ、の、はい、アドミンのしてたのって先端じゃなかったと思うんだけど。センタンさん、あの僕リアクター、あ、スナパイさん何、あ、スナパイさん見えてなかった。俺ね、あのアドミンにセンタンが先に行って直せるのを見てからオーツ向かってるから、多分センタンはアドミンで死んでるはず、絶対。もう一回ボタン押そう。そんな、はい、最終模型聞きたいかな。2票入ってる。あ、俺センタンは見てないです。ああ、何こ、オッケー。野菜が食べたいなと思ってます。野菜が食べたい。よいしょ。まあ、どうします？ネタバレなしでいきますか？ネタバレなしでいきましょう、じゃあ。ありがとうございます。おはようございます。はいはい、確かスナパイさんが配線のとこにいて、俺がカードスラッシュのとこに確かいて、で先端がもう先に僕がタスクやってる間に行ってくれてたから、確か俺はもう O2 に向かった記憶があるから、多分先端は先端なんですね。そう、俺触ってないの、あれに。あ、そうなんだ。確かだった気がする。了解です。ナイトメアさん、スナパイさんは、両お互いにナビゲーションには行ってないっぽいと分かるって感じ。あのね、俺がナビゲーションを、に入らずに下に抜けたタイミングでスナパイさんがナビゲーションに入ったのはギリギリ見えてて、すぐレポートだからそこに下にあったんだっていう感じです、僕からすると。だからスナパイさんは絶対殺してないと思う。はい、はい。テラゾーもリアクター周りナベレージさん見てますし、サントスさんと何度もすれ違ってます、うん、はい。あのテラゾーさんと何度もすれ違ってる、サントスしてるのもそうなので嘘は言ってないです。テラゾー結構長い時間です。ちょっと結論出していいですか、僕の中で。はい、スナザメさんがクロムさんを殺し、ドズルさんがセンタンさんを殺したんじゃないかと疑っております。で、スナザメでは疑われてるんだったら、クロムさんの最終目撃って聞いていいですか。分かんない。いや、で言うと私の理屈だと、ベントに直前でベントか結構初期に殺されてるかなんですよ、私目線だと。で、さすがにスナパイ、ナイトメアが2人でべったりくっついてんだったら、まあそこの2人は白いかなっていうのが私の感想かな。まあどうだな、なんか本当にそれは私も釣りですか、これで。いや、っていうか、リアクターで複数の人に目撃されているアベレージさん、サントスさん、そしてそれを裏付けるテラゾーさんが、アドミンにたどり着けないと思うんですね。 O2 直した時に先端がいたって言ってるんで、ナイトなので、だからあのクロムさんのタイミングです。タイミングの話。はい、クロムさんはちょっとぶっちゃけ誰も見てないということなんでわからないので、先端が死んでるタイミングが一番明確だと思うんですね、生きてるのを目撃してるナイトメアさんが、アドミンにいる。あ、時間ないんで今日はスナザメさん釣りでいいかなって村手視点で思う、はい、ちょっと待って、先端さん殺しの話だったら私なんですか。あ、違います、クロムさん殺しの方を疑っています。マジか、スナザメさん視点ドズルさん返しとかにはならない。ごめん、ちょっと自分の弁解で頭必死だった。ああ、まあそうだね。了解です。めっちゃ通ってるね。まあ、お疲れ様です。任せなかったか。一応ネタバレなしでお願いします。今回ネタバレなしで見るみたいです。はい、いやーちょっともうちょっとなんかできたかな。よくエンタにかかってるんで。結構
まだ釣られないかなと思ってたところが正直あります、ね、いやでも言ってることは真っ当でしたね、うん、あもう判断されるんだっていう感じの、ね、ちょっと急いでたね。なんかもう一回話してもよかったと思うけど、うん、自分に何秒ぐらい入るのかみたいなのは意識しつつや皆さんやってると思うんですけど、結構皆さんね急に出力ガッて上がるときこれで釣られるのみたいなときって多いですね。センターさん容疑者を絞る流れかなと思ったら案外そうならなかったっていう。そうなんです、ね、ああなりそうだったらもう一回ボタンで話させてくれみたいな、誰かを、なるほど、そっか、うん、誰か巻き込んで一緒にボタン押そうって言って、うん、誰ぐらい巻き込んで、からの3キルかなかなかですね。さあどうなるか。そうですね、この村はどうなるのか。うん、あれも押さないってことは村雨さんで落ちてる確信があるっぽいですね。皆さんくー、なんてことだ、薄情な者たちめ。あーあら、どうしちゃったの今、変な声が。何も見てませんよ、黒川は別に何も見てないよ、別に。別にそんな、なんだ、情報いいわけないじゃないですか。どこだ、はい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 。あ、なるほどなるほどなるほど。なるほどなるほど。なるほど。ああ、どこだ、急げ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 急ぐんじゃねえ急ぐんじゃねえ、やめろ。ああ、やめろ早く、ああ、やめああ、やめろやめろ。おっと死んでるな。一人だけか。スナパイさんが、はいはい、ナビゲーションのこの字の上、ウェポンと O2 の間ぐらいの位置で死んでいて、さっきリアクター鳴った後セキュリティを見たらそこに下が落ちてたので、今回は見逃しませんでした。おそこに走っていきました、セキュリティからね。そうですね、リアクター直ったタイミングにいたの誰だったっけ。寺蔵さんと私が直した、うん、安倍さんと、サントスさんはね多分ねそっちまで行ってる時間がないと思うんだよね。リアクターにサントスさんと一緒に直す機会が多くて、そっちまで行ってたら多分リアクターに毎回来てない、はい、でなんかドズルさん、まあ、今回の証言にもないし、最後私をかもうと必死に追いかけてるように見えたんですけどで直前まで、あ直前っていうかね、どっかのタイミングの段階で、はい、スナッパイさんとドズルさんがずっと2人で一緒に行動してたのを僕見かけてるんですよ。そうですね、でナイトミヤさんがこう一緒になって3人で動いてました。ちょうど僕がメットベイに入ったタイミングで、あたりでカフェテリアのあたりで多分分かれた気がする。最後のリアクタードズルさん来てましたは、向かってる途中で会場止まりました。今のドズルさんの動き聞きません。うん、僕は、カフェテリアでナイトメアさんと、スナパイさんか、スナパイさんと3人で、カフェテリアまで行って、そこから下でストレージでガソリンのタスクをして、でそこで、リアクターが鳴って左に動いてる途中で止まりました。ん、死体の位置がウェポンと O2 の間でしたよね。ウェポンと O2 の間、はい。あ、はい、ごめんなさい、寺蔵さんに聞いてて。あ、はい、ウェポンとオツの間です。ウェポンとオツの間でしょ。ドズルさん、これ逆に状況的にドズルさん以外が殺せるのかなって。いや、そう、殺せないと思ってるんですよ、私。ドズルさんに入れちゃう。ナイトメアさんはどうですか。無理だと思ってる。ドズルさんしてはナイトメアさん怪しいと、うん、これで終わんなかったら、まあ、そもそも先に下に抜けてるんだよな。警戒しながらかな。俺、ね、サントスさん、ウェレイズさんはリアクターに前のターンで長くいたから結構白目に見てんだよ。ですよね。二人。すごいな。全然浮いちゃいますね。いや、いきなり初手から。いや、初手からもう本当に、ね、心臓潰されそうでした。こういう時に限って引くんだよな。それが言いましたか。いや、油断してた。まだ釣られるないだろうって思ってたわ、ナビゲーションの時に。いや、スナパイさんの爪が完璧でしたね。ダメダメでしたよ。いや、なんか全然クロムさんのタイミングが全然誰も把握しなかったから、あ、これまだいけんなって思ってたら、案外最後5秒あれば2、3秒動きますよね、なんか。うん、オッツが鳴ってるのにリアクターに3人いたのが強かったね。
あいやちょっと油断してたなあの時。サントスデラゾが左側に。そうするとスナパイさんがお互い隠しろの状態で上から来ててすれ違ったのが砂鍋さんしかいなかったっていうのがね、そう運命的だったかな。いやただその全然あの初手殺せば全然あんじゃないの誰でもぐらいの感じのカウンターができたんで、あこれまだ全然いけんじゃんっていう。いやまだ巻いて全然巻いてましたよ全然。と思ってたら案外最後みんなのパッションがドーンってきて。平和からの3キロ見事でした。この短い時間。推理が当たって気持ちいい。気持ちいいだろうね。バッチリ当たったからね。推理5回みたいな。スナパイさんも即当ててましたね。はい。